はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、公式大会のルールでデュエリストが禁止された件ということで、CWL っていうね、コールオブデューティーワールドリーグっていうね、公式大会のルールがあって、その中でね、デュエリストがついにですね、禁止されたっていうね、今更かよみたいな、まあそんな感じもしなくはないですが、まあそんなね、禁止されたデュエリストをね、使っていくというね、まあそんなに背徳感は僕の中ではね、3mg ぐらいしかないですけど、まあ何やともあれね、投資2でね、これ P08 のバリアントですね、初期武器とか初期ハンドガンの方ですね、P08 ね。まあなんつうんですかね、P08 ですら強いっていうね、911も強いみたいな。まあ、結局何やっても強いっていうね、デュエリストね。P08 とか P38 だったら遠距離が抜けるっていう。で、そして911だったら、近距離ワンパンというね、まあ意味わかんないやつですね、これね。まあ、チナアタッチメントは、ステディエム角間がいるね。ほらー、よいしょ。なんかラグくね？まあ、黄色ピンだからラグくねってのは当たり前だけど。ポテトホスト。だよね。思う。それは言えてる。多分ね、この時間だから多分北米とマッチしてんだよね。よいしょ。数打ち当たる戦術強え。24発飛んでくるからね、これ。やべえよ。この武器やべえ、マジで、本当に。しかも斜めに飛んだりとかして、なんかね、意外とね、なんか悪空間打ちみたいな感じになってんで、まっすぐ飛んでない。よいしょ。ほらー、オッケー。意外とだからね、着弾が変な感じになってんだよね。だからその変な感じがいい感じで、おお、いっぱいいる、いっぱいいる、3人ぐらい見えた。だからね、それが強いんだよね。ただあいつら多分 B 側に流れていくと思うよ、俺は。やっぱ流れてきてるやついるな。さーで、よいしょー、オーケー、すげえ。ちょっとレートがずれたから、タイミングがずれたから、超フロートみたいになってた。音がやべえ、パラララみたいな。意味わからん。確かにな。おお、なんだお前、やんのか。そこに隠れてんな、これ、左側に。どっこいしょー、違うのか、それ、下行かーい。マジかよ。ミスった。していこーいっていう。これなんか、意外と敵、ああ、どうだろうな。3か。なるほどね。なんかきついと思ったら、人数がまず少ないというパターンか。なんか変な名前がめっちゃ出たけど。ほら。そういえばね、俺これ、B エンフィールドの発音がおかしいですよ。B エンフィールドって言ったのか。B エンフィールド。まあ、どっちでもいいや。なんか死んだし。どうしようかな。なんか意外ときつそうな感じ出てきたな。なんか M1 ガーランドも必要に応じて使っていくスタイルがいいかな。まあいいや。そんな深く考えることはないだろう。なんかこれ右側に行くんでしょ。ちょっと待って。あー、マジかよ。発射タイミングずれた。あー、いて、マジかーい。PPSH。PPSH の動画も通ろう。PPSH 強いよね。強いよね。とか、まあ、強いかって言うとね、俺 MP40 の方が好きなんだけど、まあそれはさておき。いるね。おー、マジか、すなられた。やべえ、俺も不調だが、うちのチームもだいぶやられてる。スコアが厳しい。おら、やるんだ、おら。ぶっ飛ばした。デュエリスト強えな。マジでな。行って、危ねえ。おら、なんだお前。おら。こういう時はさすがに、ね、ガーランドの方が強えな。ガーランド。まあ、物の鉛が。オーケー。鉛と戯れてる場合じゃない。ふん。危ねえ、よいしょ。これなんか、普通に考えて M1 ガーランドでログ見た方がいいの。まあいいや。さーて、アルファ取れっかな。めっちゃ怖えな。ワンチャン来るべ、これ。来るべ。おお、来た、危ねえ。ふー、取った。オーケーって。ふーってなるね。いるー、危ねえ。ナイフアーマーはダメ。いやー、とりあえずこれでなんだかんだ言って、戦闘機能にまで来てるね。どうしようかな。展開するか。C 取られそうだから展開しよう。いったれ、おらー。全然隠れたみんな。偉いな。こいつら頭いいパティーンだ。俺だったら絶対そんなことしない。危なすぎる。おら、おい。数打ち当たる戦術。やっぱデュエリストめっちゃ強いんだよね。禁止された方がいいわ、マジで。禁止されるんだってだからって話だけど。禁止されるんだって。おい、オッケー。おらー、オッケー。10連キル。デュエリストなかったら俺の距離相当下がると思うんだけどな。デュエリストなかったらどうしようかな、次。ライフルマンでショットガンを持っていくとか？いやー、でもショットガンと全然違うんだよな、デュエリストの強さって。まあいいや。よいしょ、びっくりした。デュエリストはね、近中も抜くんだよね、意外と。近中って近距離抜くのは当たり前だけど、中距離も抜くんだよね、意外と。だね、ショットガンってさ、中距離絶対抜けないから、当たんないんだもん、まあ、弾届かないし、みたいな。話になるからね、そこが強いんだよね、デュエリスト。で、かつ TTK も早いっていうね。こっち来るな、多分。なんか言ってる。おいしょー。あいつなんか投げナイフみたいなの投げた。まあいいや。あざーす。イエーイ。これなんかまたスコア追いつかれちゃってるよね。抜かれたね。ルーティングファイツって。ふぅ。こっからどうしようかな。
どうするもこうするもねえけどな、正直な。リーガーとか。あ、危ない危ない。来てる来てる来てる。危ねえ。面白い。クーパティーン、これ。来るー。オーケー。どうしようかな。15。これこいしょ。ワンチャン V2 を狙いたいところもあるけど。欲望が。まあでもちょっと厳しそうだな。でも不可能ではない感じではあるけど。よっこいしょ。ようやく展開だよ。ようやくファイターパイロット。まあな、ドミネーションってな、キル数が50ポイントだからね。早く100ポイントぐらいになってほしいわ。100ポイントになってほしい。スコアパン見率が上がらん。ほらー。エイトンボーム。あそこだね。はいはいはい。見える俺には。イエーイ。はい、ドミネーション契約終わり。ははは。ははは。やったね。あいつらな。なんであいつ寄っちゃうんだろうな。まあ行きたい気持ちもわかるけど。寄っちゃダメだ。おぉ。ガムシンさんか。行って行って行って。危ない。あ、死んだ。PPSH。俺の天敵。PPSH そんな強いかな。上方向のリコイルがまあまあきついよね。PPSH って。また、あー、マジかーい。MP40 と比べたときも圧倒的に PPSH が強いというわけでもないんだよな。謎。足合終わった。足合終わってないわ。足合終わったとか言って。試合終わったとか言ってんじゃねえよ。まあ、負けてるチームだからね、24キロ6レースだからね。27だっけ、まあ、どっちでもいいや。まあ、やっぱ圧倒的に強いっすよね。これな。あ、27だ。いいじゃないですか。KD4。まあ、そりゃね、禁止されるよね。こんな負けててもだって、ね、ヒルレ4だよ。ほら。やばいよ。やばいよ、とか言って。これ、A 直接詰めたらどうなんだろう。俺、これやったことないからやってみるか。いけるか。おお、ちょっと待った、待った、待った、待った。危ない。一人持ってたけど、おい。すげえ連射になったね、今。ちょっとあのルートダメだな、多分。あれ、多分、何回やってもミスるパターンだ、多分あれ。あの綴り方多分意外とあっち側で待ってる。あそこ有利ポジだってみんな分かってるから。あっちで待ってるんじゃ、オッケー。なるほど。こっち側に抜ければいいんだな、多分。おいしょー。またー。あー、ちょっと待って、持ち帰るんじゃなかった、これ。持ち帰ってはいけないパターンだった。M1 ガーランド普通に打っておけばよかった。自分のエイム力をもうちょっと信じてもよかったかもしれない。あと一発当てりゃきっといけると思ったけど、ダメだろうっていうね。冷静に考えると M1 ガーランドの弾一発当たって、この弾一発当たっても死なないんじゃね。いるよね。いるよね。ずっとレーダーに映ってんだもん、お前。あぶね。さーてと、この隙に B 取ってくんねえかな。いやー、でも厳しいな、まだ。おー、おいしょ。おー、ここら辺来てる。おいしょ。おら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 。オッケー。いや、B 空いてるぞ。誰か取れ、取れ、取れ。俺が詰めてる間に取れ。あれ、おいしょ。あら、なんか陣形が崩れてる。あー、もう一人も前に出てきちゃった。俺取ろうかな。どうしようかな。ありゃー、まあいいや。ちょっと、触ってみるか。いやー、参ったな。これは参ったな。あれれれれ。もうちょっと試合が長引いてくんないとさ。あいつ出たよー、死んだー。やっぱ旗取っちゃ、旗って取っちゃダメなんだーと思った今。旗取ると死ぬんだこれっていう。よいしょ、便乗。あとーす。またドミネでキルチューが一人増えたなみたいな。いや、旗取りまくるとね、きついんだよ。死ぬんだよ。キルレが下がるんだよ。苦しいんだよ、俺の人生が。人生は苦しくないけど、人生も苦しいけどね。うん。これいるで、あー、いすぎだろ。もう一人おんのかい。チャリーになったから、そこら辺にいんの分かったけど。あ、これ美味しいな。いける、おいーす。スイーティグークス。なんか言ってる。知らんけど。なんか言ってる。知らんけど。まあいいや。ほーらー。ちょっと、おい。そりゃね、勝てるでしょ、さすがに。ふう、痛かった。厳しいっすな。こっから逆転するのもなかなか難しいんじゃないかな。わかんないけど。この方って意外と循環しやすいと思うんだけど。あー、危ない危ない。君なんだし。おいしょー。危ない、火炎瓶。アクション映画かのように動く。どこしょー。あ、今いける。FA リーコン来たけど。味方が A の方に詰めている。あらららららら、だんだん。てか今行けるとか言ったところで誰もそんなこと聞いてないって。よいしょ。聞いてないって。A さん別に誰とも通話してないじゃないですか。危ねえ、危ねえ、危ねえ、来た。どうやって、あ、死んだ。あ、俺と同じ銃だ。あれが知らないけど、バリアントは知らないけど。ルガーの P08 な。P08 そんなに強いかな。取れるかな。よく。変な場所で爆発したの多分。まあいいや、もう一人おるな。あざーす。そっから撃つの強いけど、こっちから撃たれると楽ちゃうかないよね。見てて、どうお前なんだ、危ねえ。あ、下になって、あざーす。おー、危ねえ、危ねえ。これ来てるな。これ来るな。ロングだろ、これ、しかも。うわ、グレカなんか投げてきてる。うわー、ちょっと厳しい、あれ。なんだよ、あの LMG みたいなやつ。気候っぽいわ、あいつ。おー、あれ行く。あ、マジかー。MG15 だった、やっぱり。LMG っぽいなと思ったら、おーいしょー。なんだかんだ言って44キルしてんだな。この劣勢の中、44キルなんだかんだ言ってしてるというね。おいしょー。あ、ちょっと待った、厳しい。ちょっと待って、これ。おー、ナイスアイスして。ナイスキル。おー、ちょっと待って、片木だと。
叩きは取る。ほーら、オッケー、叩きは取った。いるな。おーいしょー、オッケー。ギュインギュイン動くね。おーいしょー、オッケー。さーて、いるね。あれれ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 、オッケー。無理やりすぎるだろ、やり口かっていう。いるな、また。なんだお前、どうすんだ。ほーらー。こういう時解放手段めっちゃ強えよな。デュエリスト、マジやべえよ。解放手段はデュエリストを大幅に強化してしまったので、やばい、マジで。これはね、解放手段のね、良くないっすよ。デュエリストはね、まあ、他の人はどうなってるかわかんないけど、なんだかんだ言ってもうなんか全強されてるし、負けるな、みたいな。51キルしたと、なんだかんだ言って。すげえな。ヘリ4いってるし。おー、なんか投げてきた、死ぬー、死んだー。イージーって言われてるけど、お前らめっちゃ死んでっからね、言っとくけど、俺に殺されまくってっていう。はい、というわけでね、まあ何はともあれね、勝てませんでしたけどね、まあ、デュエリストこんな感じでね、劣勢を押し返したりとかね、まあかなり理不尽なキルがたくさん取れる武器なので、CWL、コールオブデューティー、ワールドリーグ、公式大会のね、ルールからは除外されるらしいよっていう、まあそういう話ですね。うん、はい、というわけでね、今回ね、この動画ね、まあこんな感じで終わるんですけどね、まあ何はともあれですね、この動画気に入っていただけたら、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人Aでした。Chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart.